ここが花の町ハルルなんですよね。うん、そうだよ。この町、結界ないのか。そんなはずは。二人ともハルルは初めて？そっか。だったらハルルの木のシルトブラスティアも知らないんだ。木の結界？ブラスティアの中には植物と融合し、有機的特性を身につけることで進化をするものがある。その代表が花の町ハルルのシルトブラスティアだと本で読みました。博識だな。で、その自慢の結界はどうしちまったんだ？役に立ってねえみたいだけど。毎年満開の季節が近づくと一時的に結界が弱くなるんだよ。ちょうど今の季節なんだけど、そこを魔物に襲われて。シルトブラスティアがやられたのか。うん、魔物はやっつけたけど木が徐々に枯れ始めてるんだ。あ、どうしたんです？ごめん、用事があったんだ。じゃあね。勝手に忙しいやつだな。エステルはフレンを探すんだよな。あ、おとなしくしとけって。まだ。それにフレンはいいのかよ。私に皆さんの手当てをさせてくれませんか？なんと、治癒術をお使いになるのか。それはぜひとも。あ、いやですが、私らお金の方は。そんなのいりません。すごい、痛みがなくなった。 ありがとうございます。本当にありがとうございます。いえ、そんな、全然。いやはや、これほどの治癒術があったなんて。なんとお礼を言えばいいのか。いえ、本当にいいですから。謙虚なお嬢さんだ。騎士団の方々にも見習ってほしいものです。全くですよ。騎士にご縁をお願いしても何もしてくれないんですから。まあ、帝国の方々には私らがどうなろうと関係ないんでしょうな。嘘、そんなはずは。あ、でもあの騎士様だけは違ってましたよね。おお、あの青年か。彼がいなければ今頃私らは全滅でしたわ。今年は結界の弱まる時期が早く、護衛を依頼したギルドが来る前に襲われてしまいましてな。偶然町に滞在していた巡礼の騎士様ご一行が魔物を退けてくださったのです。
巡礼の騎士って。その騎士様ってフレンって名前じゃなかった？ええ、フレンシーフォト。まだ町にいるんですか？いえ、結界を直す魔導士を探すと言って旅立たれました。行き先まではわからないか。東の方へ向かったようですが、それ以上のことは。そうですか。でもここで待っていればフレンは戻ってくるんですね。よかったな、追いついて。はい、会うまでは安心できませんけど、よかったです。ハルルの木でも見に行こうぜ。エステルも見たいだろ。はい、ユーリはいいんです、コア泥棒を追わなくても。木見てる時間くらいはあるって。カロルってやつ、なんとなく挙動不審だな。少し落ち着きがない感じはあるけど、悪い子じゃなさそうですよ。確かに悪だくみするようには見えねえけど、なんか妙なこと考えてるような気がするんだよな。自分と似てるから余計にそう思うんですね。俺とあいつが似てる？ええ、なんか本当の気持ちを持ってるのに意地張って表に出さない感じとか、だから私嫌いにはなれないです。ふん。不満ですか？いや、エステルってここまでの短い間で意外と人を見てるんだなと思ってな。もうユーリったら。人違いか。ギルドのみんなもいない。ずいぶん待たせたからな。怒って行っちゃったんだ。満開に咲くハルルの花見せてあげたかったのに。カロル、どうしたんです？どこ行っちゃったんだろう。本当に行っちゃったのかな。僕だってちゃんとやってんのに。カロル、一人にしといてやろうぜ。おしまい、おしまい、もうおしまい。本当におしまい。武器も用意したし、これで魔物と戦えるぞ。ホサンも戦っていいって言ってくれるね。フレン様みたいに魔物もやっつけよう。あんな子供まで。早く結界が戻ればいいのに。そうだな。レイドン砦じゃ結界がなくて苦労したってのに、あったらあったで別の面倒が待ってるのな。それだけ人々の生活に結界は大きな影響を与えているんですね。あるだけで魔物の危険から俺らを守ってくれるわけだからな。そりゃ無理もないけどさ。皆さんが安心できるように早くハルルの木を直してあげたいです。
近くで見るとほんとでっけえ。もうすぐ花が咲く季節なんですよね。どうせなら花が咲いてるところを見てみたかったな。そうですね、満開の花が咲いて町を守ってるなんて素敵です。私、フレンが戻るまで怪我人の治療を続けます。なあ、どうせ治すんなら結界の方にしないか。ん？魔物が来ればまた怪我人が出るんだ。今度はさっきのガキたちが大怪我するかもしれねえ。それはそうですけど、どうやって結界を？こんなでかい木だ、魔物に襲われた程度で枯れたりしないだろ。何か他に理由があるってことですか？俺はそう思うけどな。お二人とも一体何をなさっているのですか？木が枯れた原因を調べているんです。難しいと思いますよ。フレン様にも原因まではわからなかったようですから。カロル、カロルも手伝ってください。何やってんの？ハルルの木が枯れた原因を調べているんだそうです。なんだそのこと。なんだじゃないです。理由なら知ってるよ。そのために僕は森でエッグベアを。ん？どういうことだ？土をよく見て、変色してるでしょ。それ、町を襲った魔物の血を土が吸っちゃってるんだ。その血が毒になってハルルの木を枯らしてるの。なんと、魔物の血が。そうだったのですか。カロルは物知りなんですね。僕にかかればこんくらいどってことないよ。その毒をなんとかできる都合のいいもんはないのか。あるよ、あるけど誰も信じてくれないよ。なんだよ、言ってみなって。パノシアボトルがあれば直せると思うんだ。パナシアボトルか。よろず屋にあればいいけど。行きましょう、ユーリ。きっと満開の季節になるとハルルの花はすごいんでしょうね。花びらの洪水で流されそうだな。花びらが空にひらひらと舞って、そこはもう夢の世界のような。家とか落ちた花びらで埋もれて、ここの連中どうしてんだろうな。掃除も大変そうだし。ユーリと話しててもなんだか楽しくありません。あいよ、いらっしゃい。今日は何がいるようで？パナシーアボトルはあるか？あいにくと今切らしてるんだ。そんな。素材さえあれば合成できるんだがね。何があれば作れる？エッグベアの爪とニアの実、ルルリエの花びらの3つだけど、パナシーアボトルは一体何に使うんだ？先日も同じことを聞いてきたガキがいたんだが。ハルルの木を直すんです。え？
パナシアボトルを木に使うなんて聞いたことないけどな。ふん、なるほど。あの、ニアの実ってどういうものです？エステルが森でうまいうまいって食ってたあの苦い果実だ。なら、エッグビアは？悪い。魔物は専門外だからよく知らないんだ。魔物狩りをなりわいにしてる曲がりの剣の人間でもいればわかるんだろうけど。あいつ、そのために森にいたのか。ルルリエの花びらというのは？この町の真ん中にハルルの木があるだろう。あれの花びらさ。普通なら魔導樹脂を使うんだけど、この辺りにはないからね。でも花は枯れちゃってるし。ルルリエの花びらはオサが持ってると思うから聞いてみてよ。わかった。素材が集まったらまた来るよ。カロル、クオイの森に行くぞ。え？森で言ってたろ、エッグベア覚悟って。パナシアボトルで治るって信じてくれるの？嘘ついてんのか。だったら俺はお前の言葉にかけるよ。ユーリー、もうしょうがないな。僕も忙しいんだけどね。決まりですね。私たちで結界を直しましょう。エステルも来るの？当たり前じゃないですか。フレン待たなくていいのかよ。直すなら木を直せって言ったのは有利ですよ。ならフレンが戻る前に木直してビビらせてやろうぜ。あの、ルルリエの花びらを持っていませんか？誰からそれを？確かに持っていますが。なるほど、そういった理由で。ルルリエの花びらはハルルの木に咲く三つの花の一つ。それを半年間陰干しにして作る貴重なもの。最後の一つですが、木がよみがえるのであれば。ありがとうございます。あとはニアの実とエッグベアの爪だっけ。うん、クオイの森へ行こう。ちゃちゃっと終わらせようぜ。
一丁やるか。よいよ。聖なる活力。ここ。よいよ。ファーストエイド。聖なる活力。ここ。ファーストエイド。聖なる活力。ここ。ねえ、疑問に思ってたんだけど、二人ラピードもなんだけど、なんでブラスティア持ってるの？普通ボディブラスティアなんて貴重品持ってないはずなんだけどな。カロルも持ってんじゃん。僕はギルドに所属してるし、手に入れる機会はあるんだよ。ブラスティアハックスが専門のギルド、ルインズゲートのおかげで出物も増えたしね。へえ、遺跡からブラスティア掘り出してるギルドまであんのか。うん、そうでもしなきゃ帝国が牛耳るブラスティアを個人で入手するなんて無理だよ。古代文明の遺産ブラスティアは有用性とともに危険性を持つため、帝国が使用を管理している。でブラスティアがあれば危険な魔術を誰でも使えるようになりますから、無理もないことだと思います。やりすぎて独占になってるけどな。それは。え、実際のとこどうなの？なんで持ってんの？俺昔騎士団にいたから、辞めた選別にもらったの。ラピードのは前のご主人様の形見だ。選別ってそれ盗品なんじゃ。エステルは？あ、私は貴族のお嬢様なんだからブラスティアくらい持ってるって。やっぱり貴族なんだ。ユーリと違ってエステルには品があるもんね。バカ言ってねえで、さっきんとこにニアの実取りに行くぞ。その耳を触ってもいいですか？あ、ごめんなさい、まだ撫でるのは早かったですね。私たちはもっとお互いを知るところからスタートですよね。ですね、私はエステリーゼと言います。これはもう知ってますよね。あれ、ラピード、お前誰に向かって自己紹介してんだ？私負けません。来やがったな。聖なる活力、ここファーストエイド。聖なる活力、ここファーストエイド。ダメ。聖なる活力、
聖なる活力。どんなここにキャンサイド。そうだ。いや、つぶりゃ。次はこいつだ。えい。ダメ。聖なる活力。キャンサイド。キャンサイド。いや。怖くなんてないやい。足震えてるぞ。嘘嘘だよ。